はい、こんにちは。今日はですね、ロシアとウクライナの情勢についてお伝えしてまいります。ウクライナ南部ヘルソン州における攻防において、ドニプロ川より西のヘルソン地域に展開するロシア軍は現状、ウクライナ軍の反転攻勢の前に困難な情勢と直面しております。そしてウクライナ軍がドニプロ川より西のヘルソン地域における要衝ダビデブブリッドという地域を奪還したと ISW の報告の中に出てきております。そしてウクライナ軍が過去3日間でドニプロ川より西のヘルソン地域の北部の約1000平方キロメートル以上を奪還した様子が ISW の戦況マップに反映されております。ウクライナ南部ヘルソンで大きな後退。ロシア国防省の地図に明示、ロシア国防省が4日に行った戦況説明で使用した地図には、ウクライナ南部ヘルソン州での戦況悪化がはっきりと示されていた。前日の説明で使用した同地域の地図と比較して、ロシア軍が大きく後退している。この地図はヘルソン州を流れるドニプロ川西岸のロシア占領地に向かってウクライナ軍が大きく前進したとする、ウクライナや親ロシア派の高官、そして親ロシア派の軍事アナリストの報告を裏付けている。こうした報道がされる中、今回ウクライナ軍が奪還したと報告されておりますダビデブブリッドという地域に話を戻しますと、このダビデブブリッドという地域はドニプロ川より西のヘルソン地域に展開するロシア軍にとっては重要な拠点となります。ダビデブブリッドはロシア軍の地上補給路、幹線道路 T2207 とほぼ同じ位置にあるため、ダビデブブリッドをウクライナ軍が奪還したということは、現状ドニプロ川より西のヘルソン地域に展開するロシア軍の地上補給路をウクライナ軍が寸断した可能性が極めて高いというふうに見えます。ドニプロ川より西のヘルソン地域に展開するロシア軍は、ドニプロ川と西のヘルソン地域に架かる橋をウクライナ軍のハイマースなどにより破壊され、退却もできず補給もままならない、ある種孤立状態である可能性が高いように見えます。さらにこうした情勢下、ロシア軍がドニプロ川より西のヘルソン地域のロシア軍の地上補給路、幹線道路 T2207 に位置するダビデブリッドをウクライナ軍に奪還されたという情勢ですと、ドニプロ川より西のヘルソン地域に展開するロシア軍は物資が枯渇し、退却もできず補給も来ない、そうした孤立状態の中、ドニプロ川より西のヘルソン地域内におけるロシア軍の補給路も断たれた可能性がありますので、こうなってまいりますと降伏し投降するか、あるいはこのままですとウクライナ軍に殲滅されるか、そうした状態と直面している可能性が高いと考えられます。こうした中、次のようなニュースが報道されております。ウクライナ併合の2州で反攻。アメリカシンクタンク戦争研究所は3日の戦況分析で、ロシアが併合を宣言したウクライナ東部南部4州のうち、東部ドネツク州と南部ヘルソン州でウクライナ軍が過去48時間で大きな戦果を上げたと指摘した。ウクライナ軍はロシアの精鋭部隊を撃退し、東部ドネツク州要衝リマンからルガンスク州方向へ進軍、南部ヘルソン州の北部でも前進した。ロシアまた軍の要職を解任。アメリカ研究所、プーチン氏が責任転嫁か。ロシア政府はロシア軍西部軍管区のジュラブリョフ司令官を解任し、新たにベルドニコフ中将を任命した。ロシアのニュースサイト RBK が3日関係者の話として伝えた。ウクライナに侵攻したロシア軍は撤退が相次いでおり、アメリカ戦争研究所 ISW は同日、ロシア国内で高まる不満をそらすための人事だと分析した。 ISW によると、西部軍管区は過去数ヶ月間ウクライナ北東部ハルキウ州で活動していたが、明確な指揮官がいない状態で、ジュラブリョフ氏もしばらく姿を見せていなかったという。ロシア軍は9月下旬からハルキウ州のイジューム、東部ドネツク州のリマンなどの要衝から次々に撤退している。 ISW はロシアのプーチン大統領は最近のロシア軍の失敗の責任をベルドニコフ氏に転嫁するかもしれないとしている。ロシア国防省は9月24日にも補給作戦を担当していたブルガコフ国防次官を解任している。このように報道されております。で、振り返ってまいりますと、イギリス国防省は6月25日このウクライナ侵攻作戦全体を指揮していた南部軍管区のアレクサンドル・ドボルニコフ司令官の更迭を確認。アメリカの政策研究機関戦争研究所は6月26日ロシアのウクライナ侵攻作戦を統括する総司令官がゲンナジー・ジドコ軍政治総局長に交代したとの分析を明らかにしていました。
ですので、こうして振り返ってまいりますと、プーチン政権は司令官の更迭や解任、交代ということを繰り返しているというふうに見えます。しかしですね、いくら司令官や指揮官を解任、交代したところで、ロシア軍の根本的な問題というのは解決しないのではないかと思われます。現状ロシア軍がウクライナ情勢で困難な情勢に直面している、その根本的な問題というのは作戦立案、指揮命令系統の混乱、兵站物資補給の混乱、ロシア軍全体の士気の低下など、つまりロシア軍の構造的問題に起因しているのではないかとの分析が多くの軍事専門家から指摘されております。つまりプーチン政権がいくらロシア軍の司令官を解任し、新たに司令官を任命したところで、ロシア軍のですね、システムを改革、改善しなければ、ロシア軍の根本的な問題解決ということにはつながらないと考えられると思います。逆に、プーチン政権がこうした司令官や指揮官の解任や交代ということを繰り返すことで、ロシア軍内部では、そうした解任や更迭などを恐れてですね、緊張感が生まれ、そうしたことから、上から言われたこと以外は指示、命令しないという、そうした情勢が発生する可能性がありまして、軍隊として柔軟性に欠け、指揮命令系統が余計硬直化し、ロシア軍の組織的問題を逆に増幅させてしまうという可能性も考えられると思います。こうした点に、もしプーチン大統領やプーチン政権幹部が気づいていないのだとしますと、ロシア軍は今後さらにウクライナ情勢において困難な情勢に直面する可能性すら考えられると思います。こうした中、次のような指摘報道があります。プーチン大統領、併合宣言は失敗か。ウクライナが南部に集落を奪還、続く反転攻勢、敗走相次ぐロシア軍に国内からも批判強まる。ウクライナでロシア軍の撤退や敗走が相次ぎ、軍の指揮系統の乱れや甘い戦局見通しを批判する声が国内で噴出している。米欧からはロシア軍が一層窮地に追い込まれるとの見方が広がる。プーチン大統領の東部、南部4州の併合宣言は失敗に終わる可能性が出てきた。ウクライナのゼレンスキー大統領は2日のビデオ演説で、南部ヘルソン州の2集落を奪還したと表明した。東部ドネツク州の要衝リマン奪還を発表したばかりだが、反転攻勢が続いている。アメリカシンクタンク戦争研究所は2日、ロシア国営メディアがリマンでの敗走を嘆き、部分動員令の組織的な失敗を批判するなど報道に変化が出ていると分析した。国営テレビの出演者は4州併合を非難、現状でロシアに4州を支配する能力があるのかと疑問を呈した。現場を離れて民兵らに戦闘を任せ、必要な通信や弾薬も供給しなかった。ロシア軍のリマン退却を受け、プーチン氏に忠誠を誓う南部チェチェン共和国のカディロフ首長は1日、リマン防衛の責任者、中央軍管区のラピン司令官を名指しで批判した。ラピン氏は7月、東部ルガンスク州制圧に貢献したとしてプーチン氏から英雄称号を授けられた。カディロフ氏がゲラシモフ参謀総長にリマン陥落の危険を訴えた際、ゲラシモフ氏がラピン氏の肩を持ち取り合わなかったとも暴露した。戦争研究所はカディロフ氏の発言について、プーチン大統領の指導力低下にも影響を与え、プーチン氏自身もこうした危険性に気づいている可能性が高いとした。アメリカ国防総省高官はロシア軍が士気低下などの課題に直面していると指摘。イギリス国防省はロシア国民による軍上級司令官への批判と圧力がさらに強まるだろうと予測した。このように報道されております。この記事の中で注目すべき点は、国営テレビの出演者はウクライナの4州ですね、この4州併合を非難、現状でロシアに4州を支配する能力があるのかと疑問を呈したと報道されている点です。で、この報道が事実だとしますと、この国営テレビの出演者はプーチン政権への直接的な批判を避けながら、その批判の矛先をロシア軍に向けているように見えますが、ただですね、ロシア軍にこの4州を支配する能力があるのかという疑問は、つまりはプーチン大統領の一方的な4州併合宣言が失敗であった可能性を暗に示唆することにもつながるというふうに見えると思います。そして現状ロシア軍にはウクライナ東部南部の4州全域を制圧し、占領状態を維持する力はないように見えます。それはウクライナ軍の東部と南部ヘルソン州などでの反転攻勢の勢いからも明らかであるように見えます。こうしたことから
プーチン大統領の一方的なウクライナの東部南部の4州併合宣言というのは、その併合宣言を一方的に強行した9月30日からわずか5日目で有名無実化しているように見えます。こうした点からもプーチン政権の求心力は低下している可能性が考えられると思います。それは次のようなニュースからも見えてくると思います。プーチン氏にとって戦局はいよいよ厳しさを増している。併合宣言の直後である2022年10月1日、ウクライナ軍は東部ドネツク州の要衝リマンを奪還した。リマンはドネツクとルガンスク領州での補給路のハブで、2022年5月にロシア軍が制圧していた。約5000人のロシア軍部隊は撤退した。これによりウクライナ軍は当面最大の攻撃目標であるドネツク州の州都ドネツク市の攻略に向けた準備が整ったといえる。ウクライナ側は同市が陥落すれば領州を合わせたドンバス地方のロシア軍は総崩れになると見ている。弾薬などの兵站面でも苦しかったリマンのロシア軍部隊は撤退前日には包囲されていた。軍事筋によると部隊司令官は撤退前プーチン大統領に撤退あるいは投降したいと許可を求めたが、大統領は一旦は拒否した。しかし包囲網を破る戦力がないことは明白で、投降されるよりは撤退した方が政治的ダメージは少ないと、最終的にプーチン氏は撤退を選択せざるを得なかったとみられる。ゼレンスキー大統領のプーチン大統領外し。投降をめぐっては南部ヘルソンでも兵站が突きかけているロシア軍司令官が大統領に許可を求めたが拒否される事態となっている。ロシア軍の士気喪失を象徴する動きだ。ヘルソンでは2022年9月27日に動員されたばかりの予備役が戦線に投入されたという。ろくな軍事訓練を受けないままで派遣された可能性が高い。ウクライナ軍は今後反攻作戦をさらに拡大する計画だ。軍事筋によるとすでに包囲に近い状態にあるヘルソンのロシア軍への攻勢を強める方針という。ヘルソンを奪還し南部に位置するクリミア半島への攻撃の出撃基地とする戦略だ。こうした反攻作戦強化と並行してウクライナはロシアに対し大きな外交攻勢に出た。併合宣言直後にゼレンスキー大統領が発表したウクライナの NATO 北大西洋条約機構への加盟申請とプーチン氏相手に交渉せずの宣言だ。特に後者はプーチン氏にとって大きな打撃となる。ロシアに占領された全領土、つまり4州にクリミア半島を加えた地域の奪還を目標に掲げるゼレンスキー大統領だが、最終的な戦争終結はロシアとの外交交渉で決まると認識している。この交渉の相手としてプーチン氏を受け入れないということは、プーチン氏が大統領でいる限りロシアは戦争終結の交渉のテーブルにつけないことを意味する。このように指摘分析報道されております。ですので現状事実上プーチン大統領が宣言したウクライナ東部南部4州の一方的な併合宣言というのはある種有名無実化しているように見えます。こうした中ロシア軍がウクライナ東部南部でウクライナ軍の反転攻勢に直面し劣勢な情勢になる中、ウクライナのゼレンスキー大統領は9月30日にロシアと対話する用意があるがプーチン氏とは別の大統領とだと発言していました。そしてゼレンスキー氏は10月4日ロシアのプーチン大統領との停戦に向けた交渉は不可能だと明記した法令に署名しました。ウクライナに侵攻してウクライナ東部南部4州の併合を一方的に宣言したプーチン氏に譲歩しない姿勢を明確にし正式に法制化することでプーチン政権に徹底抗戦する構えを示しました。このような情勢の中ロシア軍がさらにウクライナ東部南部で追い詰められるという情勢になった場合、ロシア国内からウクライナ侵攻への反対あるいはですね厭戦的なムード、こうしたことを求める声が大きくなってくる可能性があると思います。その際ゼレンスキー大統領の宣言はロシア国内でウクライナ侵攻の停戦ですねあるいは終結ということに向けプーチン政権退陣やむなしの声が出ることにつながる、まあ、そうしたことを狙った一手であるというふうにも見えてくると思います。こうした点から見てまいりますとプーチン政権は軍事的にも政治的にも追い込まれているように見えます。プーチン氏のスピーチライターを務めた経歴からクレムリンの内部事情に精通している政治評論家のアッパス・ガリャモフ氏は、戦局の好転も交渉による解決もその見通しが立たない中、こう指摘する。モスクワでプーチン氏の後継者の話が浮上する可能性がある。クーデターか、クレムリン内のエリートによる政権交代か、プーチン氏が事態打開のため自ら後継者を指名して退陣する可能性もあると。このように報道されております。
で8月末の情勢において侵攻前と比較してロシアのウラル原油は侵攻後下落しているとの指摘があります。このロシアのウラル原油の油価下落によりまして今後ロシアの国家予算赤字幅はさらに拡大し戦費問題は深刻化していく可能性があるということがあるのではないかという分析が指摘されております。さらにエネルギー問題ということに関しましては次のような報道があります。ロシア産天然ガスの供給を大きく絞ることで欧州諸国にウクライナへの支持を断念させようとするウラジーミル・プーチンロシア大統領の目論見が外れつつある。ガス価格がピークから下げているほかロシア政府の財政は着実に悪化。当局者やエネ専門家エコノミストの間ではロシアの供給削減は各地で深刻な打撃をもたらすとみられるものの欧州はガス枯渇の事態に陥ることなく冬場を乗り切れるとの見立てだ。冬を乗り切れば欧州のエネ供給に対するプーチン氏の影響力は決定的に弱まるだろうという。こうした情勢が指摘される中プーチン大統領は9月21日に部分的動員令を発令しました。約30万人規模の軍隊経験者予備役を招集するもので即日発行されました。しかしですねプーチン大統領は今年の3月8日ウクライナに徴集兵は現在も今後も戦闘に参加しないと強調する、予備兵の追加招集も行わないと述べておりました。ですのでこうしてプーチン大統領が部分的動員令に署名し自らの前言を翻したということはつまりはプーチン政権が一方的に主張するいわゆる特別軍事作戦がついには事実上は実質戦争という形になり、プーチン大統領の主張するいわゆる特別軍事作戦が事実上失敗したということを意味するというふうにも考えられると思います。このことはプーチン政権の求心力低下につながる可能性が考えられます。こうした情勢下、ウクライナ軍はプーチン大統領が一方的に9月30日にウクライナの東部南部4州の併合宣言をした翌日10月1日にウクライナ東部要衝のリマンを奪還、さらにウクライナ東部ルガンスク州の要衝セベロドネツクやリシチャンスク奪還へと動き出すと考えられます。ウクライナ東部要衝ルガンスク州のセベロドネツクをもしウクライナ軍が奪還するということに成功しますとプーチン大統領が主要目標として掲げているウクライナ東部ドンバス全域の、ここにはウクライナ東部ルガンスク州とドネツク州の2州が含まれますが、そうしたドンバス全域の支配の確立という目標は根本から覆る可能性がありまして、そのことはプーチン政権が一方的に主張するいわゆる特別軍事作戦と呼ばれるものが失敗したことをロシア国内に印象づける形になることが予想されると思います。こうした情勢がもし発生した場合プーチン政権はその体制を維持できない可能性に直面するように見えます。プーチン大統領は必死で隠そうとしているがウクライナの戦争でロシアは負けつつある。その不吉な予兆はすでに現れている。プーチン氏が先日発表した30万人の強引な動員をもってしても戦場での損失をすぐに取り戻すことはできないだろう。国内では反発が起き政治的に危険なツケを溜め込む状況が続く。ロシアの独立メディアはソ連の国家保安委員会 KGB の流れを組むロシア連邦保安局 FSB の発表を引用し、それによれば動員の発表から国外脱出した徴兵適齢の男性の数は26万1000人で、今回の戦争で戦った兵士数の推計16万人から19万人よりも多いという。 CNN ではこのロシア側の数字を確認することはできない。ただジョージアとの国境へ向かう40キロの車列やカザフスタンやフィンランドへ越境を試みる長い行列が国内の反動を物語っている。ロシアの世論を読むことで知られたプーチン氏がその才能を失いつつあるという認識も強まっている。プーチン氏は窮地に追い込まれ時計の針の音が鳴り響いている。ナポレオンもヒトラーもモスクワ攻略に失敗したが、その理由はウクライナ経由での補給線があまりにも長く冬に困難を極めたためだ。ドナルド・トランプ前大統領の下で北大西洋条約機構 NATO 大使とウクライナ特使を務めたカート・ボルカー氏によれば、長年ロシアを救ってきたものが今はプーチン氏の重荷になっているという。今回ウクライナにいる自軍を維持するために補給線が必要なのはロシアの方だ。この冬それは非常に困難なものになるだろう。ロシア国民70万人出国か。アメリカ経済誌フォーブスのロシア版は4日ロシア大統領府筋の話として9月21日の部分的動員の発表以降
60万人から70万人のロシア国民がロシアから出国したと伝えた。このように報道されております。こうした情勢の中、今世界各国が懸念しているのはプーチン政権による核使用ということへの可能性、このことへの懸念ということがあると思います。ただアメリカのサリバン大統領補佐官は9月25日、核という選択肢を選べばロシアに破滅的な結果を招くと警告したと報道されております。そしてこのことはロシア側にもはっきりと伝えているというふうに報道されております。で、こうした場合アメリカ側がどのような対応を具体的に取るのかという中身は公になっていません。ただ次のような指摘分析報道があります。2018年までアメリカ陸軍欧州司令官をしていて、今はシンクタンク欧州政策分析センターの戦略研究の責任者をしているベン・ホッジス退役中将は以下のように語っている。アメリカの反撃は核兵器ではないかもしれない。しかしそうであっても極めて破壊的な攻撃になるだろう。例えばロシアの黒海艦隊を殲滅させるとか、クリミア半島のロシアの基地を破壊するようなことだ。だからプーチン氏や彼の取り巻きたちはアメリカをこの紛争に巻き込むようなことは避けたいと思うはずだ。このような指摘分析があります。つまりこれら様々なニュースを見てまいりますと、ロシアプーチン政権は部分的動員でウクライナ東部南部4州の併合を一方的に宣言する、そして核という選択肢、これらいずれを用いてもウクライナにおける戦局を大きく変えることはできないように見えます。つまりはそのことはプーチン政権の切り札ですね、そうしたものが全てある種通用しないという情勢であるというふうに見えてくると思いますので、そのことはプーチン政権の一方的に主張するいわゆる特別軍事作戦と言われるものは頓挫し、プーチン政権によるウクライナ4州の一方的な併合宣言というのは追放に期す可能性があるということを示唆しているというふうに考えられると思います。プーチン政権は現状軍事的にも政治的にも大きな正念場と直面しているように見えます。こうした中、西側諸国は毅然とした姿勢を示し続け、ウクライナの平和を守り抜く、国際社会の平和と秩序を守り抜く、このことが最重要であります。そしてウクライナに1分1秒でも早く平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。